第9普通科連隊は、北海道旭川市の旭川駐屯地に駐屯していた陸上自衛隊第2師団令下の普通科連隊である。第2師団に改変のため整理削減の対象となり、1995年に廃止となった。当時、自衛隊の部隊の中でも最も盛況な部隊として知られていた第2師団における先駆け連隊として、 師団長の虎の子部隊としての位置づけから優秀な隊員が配置されていたことで知られている。各部隊対抗での協議会や検閲では、旧連隊の右に出る部隊はないとまで言われ、その存在は北部方面隊でもトップレベルにあった。盛況でなお知られていた部隊ではあったが、後日の事情により部隊は廃止になっている。第9連隊第9。 普通科連隊北部方面隊における師団の普通科4個連隊の後編成から3個普通科連隊によるオツ編成への改変に備え北部方面隊及び第2師団ではどの連隊を廃止するかで議論が行われていたが当時は沿岸部及び東北惑内までの警備体育を持ち旧ソビエトからの侵攻からの防衛を主眼としていた第三普通科連隊及び第26普通科連隊は 廃止対象から除外となり、内陸部に置かれていた部隊を廃止する方向で議論が行われていた。このうち、比較的沿岸区域から離れた内陸に位置し、オホーツク海側といった進行の可能性としては、比較的低い位置にある沿岸中屯地の第25、普通科連隊と北海道第2位の人口規模を持ち師団では一番の盛況として、 師団長の虎の子部隊として運用されていた第9、普通科連隊のいずれかが案となっていた。当時としては、師団長のお膝元の連隊かつ、師団1の部隊を廃止する必要はないとのこともあり、25連隊が一番の廃止対象となっていたものの、しかし当時の廃止予定の連隊が中東する、遠軽町が、連隊の廃止に強い反対運動を行った上、同等地方の連隊、 中東地が廃止することにより、有権者からの支持力低下を恐れた鈴木宗男の圧力で25広試練が廃止を免れる結果になり、その結果として最終的に政治的な圧力により、廃止対象としては一番可能性が低かった旧連帯が廃止になるという非常に当時としても稀な理由で廃止された連帯であった。また、旭川市は戦議能力に長けて、 師団一の実力を持つ連隊であり、師団司令部を膝元の9連が廃止することはないと、部隊廃止の反対運動を廃止が決まる直前まで行わなかったことも、連隊の廃止につながった結果となる。廃止の時点で、陸装以上の大部分の隊員が、旭川駐屯地所在部隊などに配置転換され、一部の隊員が、ルモイ駐屯地より駐した第26普通化連隊。 第4中隊として、日川駐屯地に駐屯している。第4中隊は、本隊と離れて駐屯している関係で、副中隊朝食に1位の自衛官が配置されている。廃止直前に実施された最後の戦闘団検閲は40キロ行軍終了直後、わずか2時間足らずで、最初の目標を奪取し、その2時間後に次の目標を奪取。さらに1時間後、 別の目標を確保し、ヘリボーンや並列での攻撃により、最終的に行軍を含めたわずか28時間、足らずで状況を終了するという今までにない、戦闘団検閲だったと後年まで語られている。所属自民の分散に関して一家に記す後に3、連隊や25連隊、26連4中に、配置された要因の一部は新設の、第52普通科連隊。 第二普通課中隊要員に組み込まれた。旧連隊の輝かしい功績を称え、平成26年7月に旧連隊が所在していた、中東地内大社に旧連検証室が設けられている。見学は、中東地業務隊に、要確認。ただし、当時縁軽町に提示された案としては、内夜の中東地に所在する第四校舎特化軍を25連隊廃止の代替として移駐させる案もあった。 中屯地の定員1200名が500名に削減されることで人口の流出、過疎化が進行することを恐れ、連帯の廃止そのものに強い反対論が多かった。この件は、遠軽町に保存されている議事録にて確認済みである厳密には、主な選挙活動エリアは、道東十勝、釧路近隣ではあったが、当時の北海道第5区は、網走市町もエリアに含まれていたため、 選挙区のエリア内に所在する駐屯地ということで、廃止そのものが少なからず自身の政治活動に影響が出ると危惧した鈴木側の思惑と縁がある町からの陳情もありごうに選挙結果に影響が出るとの考えから防衛庁に対して圧力が行われた。実際に部隊存続に関する陳情も、 舞台配信の声が聞こえてきた時点で動き始めたことから非常に遅い状況であった陸士に関しては陸層候補生指定が見込まれる隊員を除き人気継続拒否により整理されている約200名でほとんどが上層及び順位クラスであり十数名以上所属する順位のために順位室という専用の区画まで備え付けられていた他の連隊に転属せず 旭川に残地となった理由が、旭川に所有宅等の住居を構えていた点と、戦技能力に長けていた点を買われていたこと、26、広司連四中となった現在でも、スキーや持続層の部分で、総合優勝する闘争の能力が発揮されていた。当時の状況であり、現在は不明退院主記によれば、 石膏活動で敵上判明と同時にと月巻まで強行したとの子。北部方面隊の歩み、旧連隊廃止に関連する記事より元隊員による手記によれば、部隊廃止に向けて、隊員一同が一丸となって旧連隊の優秀の美を飾りたいとの目標と、今までにない旧連隊だからこそ、可能とも言える密度の濃い検閲にしたかったこと。 さらに北部方面隊で一番の最強部隊とされた、旧連隊の功績を世に残したい、廃止したことを悔やませてやりたい等の気持ちから、戦闘団長を含めた、各旧指機関が狂ったように補助官の制止を、振り切ってまで次の目標をダッシュし続けた結果、本来3日、程度を予定していた検閲を後軍まで含めて、28時間足らず、実質1日半での全ての目標ダッシュによる、 状況終了になったとのこと廃止に伴う、部内新聞基地より、それまでは26連4中及び業務隊で資料を、保管当時の本部大社は老朽化により現存していないため、26連4中及び52連に中が入居している、現在の大社の一室に設置されている。なお、10波様中隊等が入居していた大社は、現在広報支援連帯の生活大社として、 使用されている。ありがとうございます。